げんよう、高松奈々でございます。なんと今回はですね、大好評の変身企画第3弾と、なります。ギャルに、ね、なったりいろいろしましたけども、なんとあの動画を見て、私ならもっと可愛くできると立候補してくださった方がいらっしゃいます。この方です。どうぞ。はーい、お願いします。お願いします。今野ブルマさんです。お願いします。はい、今一番綺麗な女芸人、今野ブルマです。お願いします。それ自分から言っちゃうんですね。はい、言ってかないとね、誰も言ってくれないので。いや、確かに綺麗ですよね。す、芸人さんとは思えない。はい、異論はないですよ。あの、いやいや、ここまで認められると腹立たしいですね。でも私も、はい、そのやっぱ名乗り出るだけあって変身させたいって、はい、すっぴんがやっぱ鬼のようにブスなんですよ。そうなんですか。化粧で割と、はい、まあそんな、まあ、芸人にしてはっていうレベルですけど、はい、ここまで持ってってるので、はい、ぜひ私に今日は託していただいて、はい、嬉しいです。楽しみです、はい、本当に芸人さんなんですけど、こんなね綺麗なんでね。あ、じゃあちょっとなんかモノマネとか。あ、いいんですか。はい、ありがとうございます。あ、ではダイエットを語る釈由美子さん。大福を自由に選べるけど、女性みんなの夢ですもんね。だから私はたくさん価格して、今日も一日余裕しゃくしゃく。何言ってるか分かんないですね。余裕しゃくしゃくです。 AKB48 の小島春菜さん、前々回の総選挙の時の小島春菜さん、はい、私小島春菜はここで卒業発表しようと思いましたが、しませーん。余裕しゃくしゃく。いやいや、違うです。急に釈由美子さん来たじゃないですか。今日はどんな感じに。いや、今日は奈々ちゃんもう22歳、はい、22ですね、はい、で22にしたらちょっと色気が足りないんじゃないかなって勝手に。そうですか。いやいや、どの面下げる。色気はないですよ。可愛らしさありますよ、はい、ただもうなんかセクシーな奈々ちゃんを見てみたいというか、はい、セクシーはだってすごいセクシーですもんね。あ、そうですか。はい、まあ、もう29なんで。結構いってるんですかね。あ、いや、おい。まあ、リアルな感じですよね、私はちょっと、はい、なんですけど、高松菜奈をセクシーに寄せたらどうなるんだろうっていう、多分みんな興味があると思うんですよ。聞いたことあるんですけども、はい、セクシーになるには恋しなきゃダメって聞いたんですけど、そんなことないんですか。格好からも、はい、あ、できるんですね。はい、入ると、はい、そういう男性が寄ってきたりとか、はい、そういうお話も入ってくると思うので。いいですね、そういうのも全然ないので、はい。本当ですか、はい、そう、単純にどうなるんだろうっていう。1回目ギャル、2回目は自由行動です。はい、セクシー、そうですね、高松菜奈の色気を前面に出すというのを目標に。楽しみです、はいはい、私実はうちに秘めてるエロがあると思うんですよ。なんか高松さんみたいなのが20代後半になると爆発するって私は思ってるし、爆発、ね、見たことがあるんで。どう変わるんですか。いや、なんか性欲の鬼になるんですよ。高松さんは私、はい、最初に見たとき思ったんですけど、はい、ブスっぽいだけですごい可愛いんですよ。ブスっぽいってなんですか。なんかメガネとかをやっぱりかけてると、はい、まあ、一見そういうイメージを持つんです、はい、ゲームでメガネっていうのは、はい、まあ、ブスキャラというか。あ、なるほど、はい、なんですけど、実際お顔はすごい可愛いんですよ、はい、あら、あ、そうだ、そうですか。私のすっぴんにすごい似てるんですよ。あ、そうだそうだ、あの1話目の、はい、はい、ギャルの先生も言ってたじゃないですか、はいはい、ギャルってすっぴんこんな感じ、はい、そう、ギャルのすっぴんなんですよ、高橋さんの顔って。そうなんですね。そう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 、はい、楽しみです。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、高松奈々チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんは、シューベルト。